ばさ、はい、なんか普段から2人さ、鹿児島代表みたいなさ顔してるじゃん。してますね。しとんかい。まさかだった。なんか例えばさ、俺がパンってなんか鹿児島のものとかさ、こととか情報言ったらさ、それがどこの何とかすぐ分かるもんなの。悲しくなっちゃうね。いや本当に。何年我々が鹿児島で生活してると思ってるんでしょうか。反射神経と一緒で、ポンってきたらポンって出ると思いますよ。確かに確かに。あ、本当？納屋通りポニー、素晴らしい。それはもう一緒だったよ、スピードもね。一緒でした、一緒でした。今何待ち？あなたのコール&レスポンス待ち。今もいかに早く答えようか。一回来たから2回来るとは限らないから。仕事と彼女自分で作成。おお、早かった。俺、あ、彼女。分かった、分かった、分かった。僕知ってます。自分で探せなの外国の方は学校の英語の先生だっつって。そうそう。だから地元の先生ですあれは。タレントです。そうもちろん。好きです。カスタドン。キャスタドン？キャスタドン？キャスタドンって言いますね。キャスタドン。ちょっと留学行ってたから。ああ、留学行ってた。やっぱさ、そのまあタレントとしてさ。鹿児島で一番になりたいの。まあまあまあ、それはね、引っ張っていくような存在になりたいです。おお、オッケーオッケー。なるほどね。二人とも。はい、もちろん。あの子はどうやら本当みたいな。オッケー、じゃあ行きましょう。鹿児島ナンバーワンタレントへの道。おおお、なんだなんだ。今から僕が問題を出します。はい。問題を出して、それに前後答えていただくと。え、それはもう。え、余裕。え、もう問題にならないです。え、日常会話。うん。え、じゃあ、今から俺10問出すから。そのうち7問答えられたら、合格にしましょうか。9でいいよ。いやいやいや、10でいいです。え、ちょっと待ってって。5時脱字が。9だな。合格できなかったら罰ゲームがあります。あ、ただなので。いや、6だな。下げすぎだろ。5でいい。じゃあさ、7にしましょうか。7問正解で合格。6問以下なら罰ゲーム。で、2人とも7問正解した場合は、俺が罰ゲームを受けるわ。いきますよ。ってことはこれもう放送が始まるってことですか？そうだよ。おー、始まった。じゃあ行きましょう。はいはい。鹿児島ナンバーワンタレントへの道。よいしょ。今回は高校編。高校編？鹿児島県内にもうたくさん高校ありますよ。ありますね。もういいところばっかり。はい。その高校の情報をここにポンと出します。はいはい。その高校が何高校かを当てると。1個つく情報っていうかな。いやいや、何個かです。例えば鹿児島市にあるとか、この有名人を輩出したとか、はい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 、こういう科があります。でそれ全部答えてください。なるほど。じゃあいきます。よ。第1問こちら。おー、しっかり。鹿児島県立の高等学校で1894年創立。鹿児島純情中学校という名前で創立。なるほど。で、鹿児島県で最も古い歴史を持つ学校です。なるほどね。男女共学。校名は島津市の居城の愛称に由来しています。はいはいはい。MBC タレント野口拓夫さんの出身校。拓ちゃん。拓ちゃんもうライバルじゃないんだ、2人とも。僕拓ちゃん一緒にカニ食った仲だから。そのアイドルの時にお世話になった。はい。これは簡単かもしれない。どうですか？あれ？曇ってるね、表情が。正式名ですか？高等学校とか。はい、もちろん。字が汚いなんかバレるのが嫌なんです。しっかりとしたクイズだな。独り言です。ちょっと漢字とか見ないでよ。漢字見るよ、絶対に。はい。一斉にですか？一斉にいきます、お二人とも。はい。せーの、よいしょ。鶴丸高等学校。うん。鹿児島高等学校。それは学校名に入ってる。入ってる。テンション上げてこう。一問目だから。こっちを持って帰ったね。なんだ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 。鹿児島高等学校と鶴丸高等学校。はい。正解こちら。はい。でん。ああ。ブルマル高校。見てよ。島津とか。そうですよ。ブルマル城。ありますから。まあ1ポイント。1ポイント。0ポイント。ああやばい。はい、じゃあ次の問題いきましょう。はい。第2問。でん。鹿児島県立の高等学校で1928年創立、5月1日が創立記念日で初代校長長浜浩二先生。マジ？長浜先生。男女共学、機械科、インテリア科、電気科、商業科などがある。4年連続就職率 100% を達成。分かった。すごい。メカトロ部やエネルギー工作研究部などユニークな部活が多い。ここで気づくよね。分かった。メカトロ部とかで分かる。メカトロ。メカトロじゃない、メカトロですよ。今のを考えてよ、その僕らが当時通ってた時の情報ではないからね。あの時の記憶じゃ変わってるから。なるほど。さあどうでしょうか。ちなみに罰ゲームは後日またロケに行ってもらいます。もう一回入れんの？やったー！でも顔にはモザイクかかってます。もちろん。どっちが言っても一緒だ。だって罰ゲームのロケって嫌なんですよね。いやでも答えればいいんだよ。あ、まあ確かにね。確かに。行きましょう。はい。せーの、どうぞ。はいじゃ。でさ。隼人工業高等学校。お。高島商業高校。お。農業科ね。そうですよね。なんか強いですよね。でも機械科もあるよ。でも早かったもんね、決めるの。これはもう 100% だと思う。マジ？はい、じゃあこれはですね、インテリア科というのが確かね、県内2つぐらいしかなかったんです。おお、なるほど。で、そのうちの1個が我が母校、隼人工業高校。母校です。あら。で、電気もあったんです。それずるい。で、ただ商業は今なかったんですけど、増えているんじゃないかと。機械化もありました。初代校長は長浜浩二先生ですか？これは初耳です。じゃあ答えいきましょうか。はい。答えはこちらの高校でした。第仙台商工高等学校。ほんまに？インテリアかここか隼人工業です。第3問。私立の小中高一貫校です。なるほど。もうこの時点でね、僕はもう1956年創立、1990年に今の神戸に変更しました。特別進学音楽コースや特別進学体育コースなど専門的な学科がある。スポーツの強豪校、グラビアアイドルの大原優乃さんの出身校。いや、小中高一貫校なんて鹿児島にもうほんと少ししかないから。そうね、分かった。で、スポーツの強豪校だしね、私立だしね。私立。はい、それでは2人の答えいきましょう。はい。私立の小中高一貫校の校名、せーの、はい。上村学園。竹岡。竹岡は部活強いですよね。竹大じゃなくて、あ、竹大だ。それ間違えちゃった。竹田は頭もいいしね。ああ、竹田頭いい。そのつもりに私か。じゃあ正解いきますよ。はい。正解はこちら。で、上村学園。よいしょー。まあまあこれはもう間違いはないという。これはもうね、1990年だし。ちょっと頼むよ。まあ茶番はここまでだ。あ、茶番はここまでだ。盛り上げてくれてんだ。はい。じゃあ次の問題いきましょう。第4問。こちら。鹿児島県立の高等学校、1917年創立、1970年に現在の校名に。以前の校名はなぜ村立、なぜ実家高等女学校。なぜね。令和3年度の生徒会スローガンは百花繚乱。ここで気づく。俺は生徒職員地域が一丸となって島と学校色とりどりの花で盛り上げている。島とウェブサイトが可愛くて充実しているの有名なんですよ。待って、なぜってどこにあります？鹿児島にあるんですかね。当たり前だろ。これは罰ゲーム濃厚ですから。ちょっと待って、本当にわかんない。じゃあヒント出しましょうか。ヒント。奄美大島です。いや、わかんないです。じゃあ行きましょう。はい。せーの。はい。奄美高等学校。お、俺ら余計なの言ってた。白百合奄美女学院。おい、そのなんだその変な手から鼻出してるマジシャンのやつは。白百合と言うじゃん。麻布にありそうな学校みたいな。なんか大人のね、良くないお店のような。はい、じゃあ正解いきましょう。正解こちら。奄美高等学校。ありがとうございました。素晴らしい。危なかった。一回ボケで京阪学園って危なかった。ああなるほどね。でもやっぱビビりがこれででもその変えて当たってなかったらね。そうですね、当たってなかったらそっちにしとけようだけど、当たってるから当たってよかった。文句言いたい。あ、何そなたさんマジ感じなくない？京阪の京も奄美の「あま」も書けないし、京阪の「は」間違えてる。そうそうそう、「は」も違うんですよ。